サウンドトラックは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。二人のアーティストを中心に様々な人間模様を描くミュージカルミュージカルドラマ。企画、制作はジョシュア・サフラン、出演はポール・ジェームズ、キャリー・ヘルナンデス、マリアンヌ・ジャンイコール・バプティストなど。二千十九年十二月十八日にネットフリックスオリジナル作品として、 全世界へ配信され、1シーズン限りで打ち切りとなった。ロサンゼルスに暮らすエレノアは、芸術家の夢を捨て、売れない、ミュージシャンの恋人、リーバイを支えてきた。しかし、リーバイが音楽家として成功し始めると二人の関係に暗雲が垂れ込める。サウンドトラックのキャスト。上段左からポール・ジェームズ、マリアンヌ・ジャンイコール・バプティスト、ジェナ・ディワン、マデリーンストー。 キャンベル・スコット。2018年1月19日、フォックスが本作のパイロット版を発注した。5月11日、ショーランナーのジョシュア・アサフランはツイッターで、パイロット版の結果、フォックスが本作のシリーズ化を辞退したと発表した。7月2日、ネットフリックスは本作の制作を発注したことを発表した。2020年1月31日、 第一シーズン限りで打ち切りになったことが発表された。本作は批評集積サイトのロッテ点とまとずに8件のレビューがあり、批評家支持率は38%、平均点は10点満点で4.83点となっている。また、メトクリティックには4件のレビューがあり、過重平均値は58、100となっている。ありがとうございます。